2番草島新一議員。市民の声、鶴岡を代表し質問します。若干順番を変えます。はじめに和食店についてであります。今開催の和食店は我々の日常である和食の魅力を再発見する機会であり、国立科学博物館での展示物だけあって最高峰の技術を駆使した大変価値のある素晴らしい展示であると思います。また市民がユネスコ食文化創造都市であることを再認識するにも大変有意義であると考えます。私はこれ市民の半分ぐらい5万人ぐらいにぜひ見ていただきたいと思っていたのですが、現状4000人ということでもったいないので、ぜひラストスパートをかけていただきたい、お願いしたいと思います。子どもたちにとっても原風景となる貴重な収穫体験になると思うので、鶴岡市内のみならず省内一円の小中学生高校生大学生全員が見る機会を作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。またナイトミュージアムなどの開催で器も広げつつ、山形県内、新潟県、秋田県の公務員、企業、小中高生、ぜひ新たな発想、市職員全員の取り組みで最後の動員をかけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。また和食店を見ていて考えたのは、食文化を科学として探求する楽しさと意義であります。国内の動きとして当市と連携しているイタリア食科学大と連携協定を結んで、2018年に日本初の食の総合学部として設立された立命館大学食マネジメント学部があります。食科学を社会科学、自然科学、人文科学の3つの領域で多面的に探求するとしたこの大学との連携は、今回の和食店の延長線上としても当市が目指す食文化の創造と発展に大きく貢献をするのではないかと考えました。ぜひ協定を結ぶなど連携を提案をします。見解をお伺いします。次に観光政策であります。市長は昨年12月議会で、市民が鶴岡の食文化に誇りを持ち、すべての市民が観光を支える一員となっていただくことで、ガストロミーツーリズムの聖地鶴岡の地位が確固たるものになると言及しておられました。私は市長が示した市民全員参加の観光を目指すべきだし、そのためにも最先端の観光の戦略を市民みんなで学び、みんなで可能性に常にチャレンジしていくことが重要だと考えています。その市民の可能性に火をつける役割を市役所の職員やデガムが担うわけですが、インバウンドやサステナブルツーリズムの戦略を悩まず効果的に次々と展開していくには、常に世界のトレンドを踏まえ助言をいただける戦略アドバイザーが必須ではないかと考えます。以前ご紹介したように、鹿児島市や呉市、気仙沼市などではスイスセルマット在住の観光カリスマを年間契約して市民向けの講座を開催したり、いつでも相談できる体制を組んでます。当市の世界有数といえる観光資源を生かすためにも力強いアドバイザーの採用を改めて求めますが、いかがでしょうか。お伺いします。また今般月山9号目のトイレ予算がついており歓迎しますが、この夏に向け海のトイレについてはいかがでしょうか。お伺いします。次にコンポストについてであります。今回ペレット化の実証実験とのことで全国2例の採択が1つということですが、その意義をお伺いします。で、私が気になっているのは昨年6月議会で指摘した PFAS 汚染の懸念であります。昨年の指摘以降の取り組みをお伺いします。最後に町内病院についてであります。まずは今般の緩和ケア内科の増設による意義をお伺いします。また最近急性心筋梗塞や心不全で救急車を呼んだけれども、一刻を争う状況なのに町内病院には搬送されず日本海に搬送された。町内病院は救急に対応する市民病院ではなくなったのかというお叱りを市民の方からいただきました。また先般議会で地域医療支援病院だけれども共同利用はできないとしたシネアンギオですが、私が調査したところ、福島県星総合病院や静岡県立総合病院と周辺医療機関で心臓カテーテル室の共同利用、
管理者がいらした福岡県久留米市にある聖マリア病院と田主丸中央病院で暗用室の共同利用を確認しました。今のままでは市内にせっかく医師がいるのにその医療資源が台無しになりかねません。市民の命を救うはずの公立病院として、また地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか。方針の転換を求めますがいかがでしょうか。お伺いします。市長。草島新一議員さんからの総括質問に対しまして順次お答えをいたします。庄内病院の質問につきましては、病院事業管理者から答弁をいたします。はじめに和食店についてお答えをいたします。6月16日まで開催をしております和食店につきましては、大勢の方から来館をいただいており、5月31日時点では議員からもありましたように約4000名となっております。これまでより多くの方々から観覧していただけるよう、市内の小中学校や観光施設等へのチラシの配布、SNS、新聞等での周知を図ってまいりました。また、国登録無形民族文化財となった笹巻作りの制作体験や、食のアンバサダーによる郷土料理の実演等を合わせて行うことで、誘客につなげているところでございます。さらなる観覧者の増加に向け、会期後半の連携事業を記載したチラシを、庄内一円の小中学校、高等学校、大学、近県自治体等へも配布するとともに、鶴岡フードガイドが企画した学校給食発祥の地を巡るツアーなども実施してまいります。次に立命館大学食マネジメント学部との連携協定についてお答えをいたします。ご案内ご提案の通り、食文化創造都市を発展させる上で、多面的な側面から食について考えることは大変重要なことであると認識しております。本市では平成28年にイタリア食科学大学と、平成29年には辻調理専門学校と食に関する連携協定を締結しておりますが、立命館大学食マネジメント学部との連携につきましては、まずは学部のカリキュラムの状況や、すでに協定を締結している市町村との連携状況等を研究してまいりたいと存じます。次に観光戦略の助言やアドバイスをいただく戦略アドバイザーの採用についてお答えをいたします。議員ご案内のように観光上の戦略アドバイザーとなりうる有識者を活用し観光事業者を支援する取り組みは大変重要と考えております。本市ではインバウンドを含めた観光振興を下支えする取り組みとして、令和6年度は外国語対応ガイドの育成に取り組んでいるほか、デガムによる会員向けのセミナー、また観光振興に係る講演会の開催などを検討しております。こうしたことも含め、戦略アドバイザーとなりうる有識者を活用した講演会の開催などにより引き続き観光事業者を支援するとともに、我々観光の行政関係者のスキルアップも重要だというふうに考えておりますので、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。次に夏の観光に向けた海のトイレにかかる対策についてお答えをいたします。海水浴場の公衆トイレについては観光誘客を進める上で計画的に洋式化に取り組む必要があるものと認識しております。令和5年9月定例会でもご答弁申し上げておりますが、本市では市内49カ所にある観光地公衆トイレについて設置年数や利用頻度を考慮し順次改修に取り組んでいるところです。このうち改修の優先度の高い湯の浜海水浴場の2つの公衆トイレのうち市整備の北側公衆トイレについては国庫補助等による財源確保を含めまして洋式化に向けた検討を引き続き進めてまいります。
また県整備の南側のトイレについても鶴岡市重要事業要望において事業化に向け山形県に対し改修を要望しているところであります。次にコンポストペレット化の意義についてお答えをいたします。この事業は国土交通省上下水道基盤強化等補助金のうち汚泥再生利用推進事業により実施するものであります。本市におけるペレット化については令和2年度にコンポスト利用者や製造事業者である JA 鶴岡から農作業の効率化のために必要があると要望を受けて検討をしてきたものであります。ペレット化する意義につきましては現在のコンポストは散布する際に労力が必要である上専用の散布機が必要などの課題がありコンポストのペレット化によって既存の肥料散布機が活用できることで農作業の大幅な効率化が図られることから利用者には大きなメリットとなると考えております。次に PFAS の問題についてでございますが昨年6月定例会の草島議員さんからの一般質問において本市コンポストの安全性について答弁をしております。以降昨年の10月にもですね分析調査を実施をしまして昨年5月と同様 PFAS は検出をされていないところでございます。本件については国の動向も踏まえつつ引き続き安全性の確認について継続してまいります。庄内病院事業管理者。はい、病院の方からは庄内病院での緩和ケアについてまずお話し、したいと思います。はじめに緩和ケア内科の内容でございますが緩和ケアとはがんなどの治癒が困難な病気の患者さんの痛みや倦怠感などのさまざまな身体症状のほか落ち込み悲しみなどの精神的な苦痛を和らげるための専門的な診療を行うものでございます。患者さんだけでなくその家族の方々についても一緒に診察を受けることができ患者さんの生活の質を少しでもよくし改善し自分らしい生活を送れるように、取り組むものであります。これまでも緩和ケアについては内科の一部として診療を行ってきたものでありますが改めて診療科としての標榜をすることで患者さんに庄内病院で緩和ケアを行っていることが分かりやすくなりますし県内外の医師にも知っていただけることで医師の勧誘にもつながることが期待されます。まあ、事実6月1日付で山形大学の医局から女性のベテラン医師が赴任しております。でその先生は緩和ケア内科を担当されることになとペインクリニックを担当されることになっております。申し添えたいと思います。それから先の議会で庄内病院は地域医療支援病院 でありますけれども、心臓血管のいわゆるカテーテル検査それからさらに心臓のある不整脈治療等についての機会を共有できないかというようなことでできないという答弁を私はいたしました。まあ、地域医療支援病院として利用可の共有できるように改善を求めるということでございましたがそれについての見解を申し上げます。次にこのシネアンギオの共同利用のことですがこの質問に関しては今年の3月議会でも私が答弁しておりますがシネアンギオによる検査や血管内治療は大変侵襲的でありまして心血管損傷、心タンポナーデ、脳梗塞などの深刻な合併症が想定されます。特に不整脈の患者さんに対してカテーテルを用いて心臓内の不整脈につながる病的な刺激電動炉の照射を行うアブレーション手術では複数の心臓血管外科医が不在の病院では深刻な合併症に対する迅速なかつ適切な処置に対応が遅れるといったことが想定されるところでございます。深刻な医療事故や訴訟リスクも存在することから共同利用とすることは大学関連の教授からの指導もあり極めて厳しいと難しいと考えております。
このため他病院で共同利用を行われるといたしましても、経営体制や医師の配置状況などが異なることから、当院での共同利用には適さないと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ちなみに議員がお話になられました田主丸中央病院は久留米大学の関連病院で、そこでは心臓カテーテル検査はそこから循環器内科の先生が赴任しておりますから、身内でそのカテーテル検査はしますけど、心臓のアブレーションの治療はこれは非常に危険ですから、もう久留米に全部集めておりまして、そこではやっておりません。それは向こうの心臓血管内科の教授が私同僚でしたから確認しております。で、一応それでそこに例えば外からカテーテルを刺してくれという形で依頼が例えば共同利用あっても、その実績はないということであります。からあと聖マリア病院に関しましては、これは心臓血管外科が久留米大学から出ておりまして、循環器内科は九州大学から出ております。ですが複数人数おりますけれども、そこはまあ大きい施設で一線症の病院で、心臓の手術もしておりますので、そこではそのなんていうかアブレーションはしておりますけれども、久留米大学が要するに福岡県の南部のところは一点に集めている形でありまして、事故も起きますので、実際には機械をお貸しするというようなことはやっておりませんし、それも危険であるということで、私自身も病院長をしておりました2017年4月から2020年3月までの間にアブレーションで重大な事故が起きまして、それに関して最高裁まで行っております。ですからそういったような形で私も経験しておりますので、議員のお答えにはなんていうか、共同利用に関しては絶対無理だというふうに考えております。以上。2番草島真一議員。病院の方です。この8月末に共立病院から心臓カテーテル室がなくなると、現在対応している高齢重症の透析患者100名への血管狭窄、これブラッドアクセスの狭窄時や夏場の脱水、腎不全、徐脈性ショックの救急対応ができなくなり、まさに市民の命が危機にさらされると伺っています。この地域医療の緊急事態に庄内病院は手を差し伸べないんですか。リスク管理のための契約を結ぶなどして、実際にカテーテル室や手術室の共同利用の実態はあります。公立病院の責務を果たすべきなんじゃないですか。再度見解をお伺いします。庄内病院事業管理者。どうも。これは現状を考えみて、この病院の性質とか地域性を考えて、地域性でこの共立病院が新家庭の機会が更新できないということでありますけれども、やはりこの循環器の内科の医師の数も足りませんし、それから心臓血管外科に関しましては、私が30代の時に赴任したここの病院にいた時は心臓血管外科医がおりましたから、その当時できることは全部してたと思うんですけれども、現状ではやはりそのところは身の丈に合ったことをしないといけない状況であることを申し上げます。はい、以上。草島議員に申し上げます。総括質問の範囲である市長の提案説明に対する質問の範囲を超えないように質問を行うように注意いたします。以上。2番草島真一議員。先ほど申し述べたように、事故のリスク管理などの契約を結ぶなどして、他のこうした病院は共同利用してるんです。やれない理由から考えるんじゃなくて、可能性の器から考えていただけませんか。ぜひ考えていただきたいんですね。先ほど申し述べたように、公立病院としての責務を果たすべき私立病院がプロですよ。相手方はプロに貸し出するんですよ。何リスクのことだけ言ってんですか。素人に貸し出すんじゃない、プロで今使ってる方に共同利用させるって、それできないんですか。おかしいと思いますよ。草島議員に申し上げます。ただいまの発言は総括質問の範囲を超えておりますので、市長の提案説明に対する範囲で質問を行うよう注意いたします。なのでぜひですね、今絶対できないってこと、それ考え直してください。器を
可能性から考えて、これ市職員の皆さんみんななんだけど、可能性から考えるってことやってください。やれない理由からじゃなくて、可能性から考えて何が可能なのかをしっかり考えて、市民病院としての責務を果たしてください。以上です。